カブス鈴木誠也外野手29が31日日本時間4月1日、敵地レンジャーズ戦に、2番右翼、でフル出場し、9回にダメ押しの2点敵地打を放つなど、チームの今季初勝利に大きく貢献した。まずは初回、1試走者なしで中前安打を放ち、開幕戦以来2試合ぶりの安打として出塁すると、モレルの3ランで先制。さらに1点リードの9回に四万塁で迎えた6打席目には、ダメ押しとなる左前2点敵地打。今季初打点が、試合を決める一打となった。大谷と似たような場面だけど、調子良さそうな誠也はきっちり打ったか。大谷も今日の試合期待だな。誠也去年の後半から覚醒してるから、この状態維持したらえぐい成績になりそう。山本由伸の次の登板がカブス戦だから鈴木誠也と対戦か、早く見たいな。超大事な場面で打てる誠也、偉すぎる。鈴木誠也選手、今シーズンはいい感じで嬉しいね。またリアル野球盤に出てほしいな。体格が明らかに変わってる。以前当時 NYY にいたロビンソン・カノーが、ホームラン10本台から突然30本前後打ち始めた頃を思い出すわ。最終回に2四満塁でフルカウントって見てる方がドキドキしてしまうけど、見事に打ってくれて、こういうのは本当に頼もしいな。